アクティビティズとはフローチャートに似た図で、いわゆるビジネスロジックにおける手続き的な流れや、プログラムの制御フローを表すんの図である。んにアクティビティズ、んで1アクティビティズシステムの流れを表すため、フローチャートのん版という位置づけで決められた。んで1.0の時に制定され、んで2.0で大きく拡張された。アクティビティズでは、プログラムでの処理以外にも、 業務フローなどの記載も可能である。昨今ではフローチャートからアクティビティ図への移行が進んでいる。初期状態と終了状態を記載し、その間に矢印で処理を記載し、必要に応じて分岐などを記載する。ステートマシン図などと異なり、主に書くのは処理であることに注意する必要がある。ルニー2 0での主な要素を記載する。ありがとうございます。